仲間たちの間にだけ流れる空気がそこには確かにありました。30年以上の時を超え、トキワ荘が再現されました。寺さんとトキワ荘の仲間たちが生きて顔を合わせることはありませんでした。この晩別れの時、寺田は去っていく仲間たちにいつまでも手を振り続けたといいます。次の日にね、僕は電話かけたわけ、お礼に。見た奥さんが出たわけ。いや昨日ね、ごちそうさまでしたってね、寺さんに代わってって言ったら、奥さんが、寺田は今日限りね、一切他のもう阿美子さんたちとも一切もう会わないし、電話にも出ないって言って、行ってますって言って、結局それが最後だったんだよね。だから寺さんの中でもうそれが最後の夜で、一種の彼の中で何かが決断が入ったんじゃないですかね、まあ一種の緩慢な自殺っていうんでしょうかね、だからそういう感じに僕は受け取ったんですけどね、誰にも負けない、真似することのできない生き方でね、ただまあ僕はそれで良かったんじゃないかなって気もするわけね。かつてトキワ荘があった場所、取り壊しの後同じ名前のアパートが建てられましたが、その2代目のトキワ荘も今はありません。跡地には近くにある会社の社員寮が作られようとしています。ここは何だかご存知ですか？トキワ荘で過ごした日々は寺田にとってどんな意味を持っていたのでしょうか。梶井さんとのインタビューでこんな言葉を残しています。阿美子と出会わなかったら孤独なままの漫画家で終わっただろう。二人の出会いがトキワ荘を漫画梁山泊とし、寺田にかけがえのない仲間を与えました。寺田博夫は茅ヶ崎で眠りについています。戒名白夜残夢万歩孤児。家
族にとっては悲しみよりも終わったという思いが強い、そんな最後でした。寺田の家に長女ののり子さんを訪ねました。もう本当亡くなるまでね、もう本当にあの時嬉しかった嬉しかったって言って、もうずっと、もう死ぬ間際っていうのはもう本当同じようなことしかもうずっと言わなくなってたんで、そのこと言い出して、いつも、みんな忙しい、まあ、第一線で活躍してる人がいつまでもそう自分のことしたってこうやってちょこっと来てくれてっていう、それがやっぱり自慢でもあったんじゃないかなと私は感じてましたけどね、嬉しいだけじゃなくてね、それは自分のやっぱり生き方がどっかで間違ってなかった部分もあるのかなっていうことだと思うんですけど、自分がいつも変わらなかったっていうのが正しかった部分もあるんじゃないかなっていうことでね、住みの家じゃないよここは。動物が好きだった寺田、猫を飼うようになったのは子供たちに命について教えるためだったといいます。びっくり、ゴムしてもらうやっぱり懐こいですね、飼い猫だから。どこのか知らないけどだからうち猫屋敷って言われちゃうんですよね、こうやってよその猫まで出入りするから。寺田家では今も猫を飼い続けています。学校の先生になりたかったっていう、野球選手か学校の先生か漫画家で、それが全部叶うような漫画家になって、子供のためにいい野球漫画とかスポーツ漫画を描いてっていうので全部夢が叶ったみたいなことを言ってましたけど、やっぱり子供っていう、子供にいい、子供が少しでもなんかこう、あ、こういう風にして人間関係って作っていくんだとか、そういうのを学べるようなのを描きたいっていつも言ってましたからね、でも時代はそれとは逆の方向へどん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 行ってしまって、仕方ないですけどね。寺田博夫という生き方を最後まで曲げない、曲げられない人生でした。